私のことだけ見てて。ということで、皆さんごきげんよう、シュリリンです。キラキラーン。ということで、本日は、なぜ動画を回しているかと申します。もう12月だよね。クリスマスだよね。わかるの。スキピ欲しいよね、まだ。まだ間に合わせたいよね、学生の皆さん。でもメイクできないよね。バレないメイク、教えてあげる。ギリ生徒指導にはならないよ。シュリリンが教える、クリスマスに彼氏を作るための激漏れ、作るメイク。よかったら最後まで見てってね。よろしくね。そしたらもう早速やっていきますよ。はい、お願いしますね。本日使っていくコスメちゃんはもうドンキで買えちゃいます。ドンキで使えるスクールメイクです。お願いします。ドンキで買えるか間違えちゃった。ピュッピュッてやだ。ベースから仕上げます。ナンバーズイン、これ使いますよ。一応ナンバーズイン下地2種類あって、これ下地以上ファンデ未満が歌い文句なんですけど、でもこれのクッションタイプがこっちなんですが、こっちのが若干薄付きなんですよ。こっちにします。はい、彼氏欲しいもんね。わかるの、わかるの。塗っていきます。だいたいパール一粒大ぐらい取って全体で伸ばしていきます。これもこれもしっかり伸ばしてあげてください。これカバー力あるんですけど、しっかりね、素肌感も忘れずに、あれ元々お肌綺麗ですよねみたいなお肌にしてくれちゃうんですよ。はいはいはい、最高やないの。これをね、お水含ませたスポンジで伸ばしていきます。わかる、このちょっとトーンアップしてるの、やばくない？これめっちゃよくって、絶対にやりなさいね。右めっちゃさ、トーンアップしててカバー力すごいやん。左あれ浅黒いよね。うん、やめてもらっていい？ほんまに。うちさ、高校の時さ、メイクしてってたの、学校に。始めたてで化け物すぎて。だからね、あの学校では、メイクしない方がいいよってめっちゃ言われてたんですけど。でもさ、女の子ってさ、やっぱメイクしてる方がさ、気分上がるしさ、勇気出るくない？なんか全力でさ、可愛い子ぶれるじゃん。で、うちはなんか自分が鎧をまとうっていう意味で、メイクはしっかりしてた。メイクしてから、なんか、可愛いとか、かっこいいとか言われてたかっていう、まあ言われてないよねっていう。言いなさ。当時ね、全然まだメイクとかもね、メンズメイク主流じゃなかったのよ。だからなんか余計に結構なんか、え、大丈夫みたいな感じだったけど、気にしない気にしない。うちが通ってた高校の子たちみんな優しかったから、え、もうシュリリンはなんかそのままでいいよみたいな感じだったけど、さすがにメイク濃すぎて先生に連れ出されたっていう。じゃあティルティルのコンシーラーのスティックの、あ、え、取れた、怖い。気になるところを消します。まあうちだったらここ、まあオーフィーじゃない、うん、青み、うん、青みを隠します。うちも女の子だけど、ちょっと普通の女の子よりは青みがひどい。うん、なのでまあ隠していく感じです。はい、まあファンデーションなんでもいいんだけど、じゃあシピッチャン使いますね。はい、シピッチャン、明るくしたい顔面の中央ね、ここだけクッションファンデを塗っていく。ここだけ塗るとね、めちゃめちゃカバー力上がるの。え、伝わってる伝わってる、肌めっちゃ綺麗に見えるのね。この三角ゾーン押さえてあげるだけでめちゃめちゃ肌綺麗になるから、みんなやってみて。なんでそれを水含ませたスポンジでね、またまたなじませる。そうするとすっごい自然にカバーされてない。オフィーゲ、あ、間違えた、青み隠しの方も隠していく。で、なじませながら、しっかりね、私素肌ですよ、私素肌です、生徒指導しないでくださいっていう気持ちを込めて叩き込んでいく。え？鼻くそ？やだ！普段のファンデぐらいのがっつりカバーではないけど、しっかりさ、お肌がカバーされてて、なんか、まるで満月さんやないの。満月はクレーターだらけ。もう何を言ってる？んで、干したら今日のトリガーです。1個目のトリガー。シーグラムちゃん。これ使います。シェーディングもハイライトもチークも全てリキッド。これで仕上げます。まず、こちらですね。シェーディングは、まあ、うちホームで出てるんで、三角にこうやって。こっちもシャキンってやるね。ここもしっかり整えていくと。踏んで踏んで、一旦これを伸ばしていく。もうね、これもね、めちゃめちゃナチュラルに仕上がるよ。パウダーの下に全て仕込んであげることによって、さらに素肌感と塗ってないですよ感でもナチュラルに仕上がる。でも横から見ても全然シェーディング感なくない？これやねんな。おっしゃる、チクチやん。ちょっと濃いめなんですけど、頬の高い位置に、ちょんちょんちょん、ちょんちょんちょん、ちょん。踏んで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 。チュンチュン！で、おでこと顎にも混ぜる。で、これ叩き込んでいきます。パン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 。で、これをハイライトでぼかしていくと。もう本当に陰影で盛るしかないからね、スクールメイクに関しては。もうアイシャドウ塗るなんてね、バカなこと考えちゃいけないよ。もうほら見て、ツヤすごくない？やっぱね、男は肌と髪を見るらしいからね。生意気な！男っていうのはね、まず肌をきれいにしてから女に物を言いなさ。気使ってない男に限ってさ、うちらのことを理解せずにさ、女って常にメイクしとけよ。とか言うじゃん！ふざけんな。ほんで耳。ほんで耳。
ミミミミとかって、アイムミミちゃーん。アイムミミちゃんで、あー、すごい削れちゃった、やだ見えへんやん。これを、鼻のね、ここ。こう。とう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 。若干のここね。こっちね。ツーレイで、ハイライトなってんの。これをお鼻の真ん中に通していく。汚い、最悪。で、これを再度、このね、お鼻を削るように伸ばしていくと。ハイライトは最後にやってあげないと黒ずんだ印象になっちゃうから気をつけてね。わかります？この、ちょっとグイってなってる感じ。で、お鼻もぼかすと。これも縦にぼかしていいですよ。筋爆弾してない？やばいよね、やばいよね。うちもさ、高校の時にこれぐらいのメイク技術があればさ、もっとモテてたのかもしれないけどさ、高校の時はそれが一番可愛いって思ってるやん、そりゃモテないよねっていう。高校の頃の子たちはさ、みんなもうちが男っていう固定概念がすごいじゃん。だから誰もうちのこと可愛いって思わないんだってはあ、こっちは美容系だよ。どう見ても可愛いだろ。だからうちの中で2つおすすめがあって、このキャンディードールのこのパウダーと、こっちのミュアイスちゃんのサラメンテパウダーみたいな。何これ？このヨレンパウダー使います。あっ、これ出して、で、これを塗っていく。思いっきりいっちゃっていいよ。もうマットにしないと始まんないし、マットにした後にうちには、裏技があるのでいいんですよ。もう躊躇なくマットにしてあげて、シュリリン、そんなマットじゃバレちゃうよってぐらいマットにしちゃって大丈夫なんですよ。うちこれ一日つけたりとかしてることあるんだけど、全然なんかよれないし、まあテカってきたとしてもこれちっちゃいから持ち歩けるじゃん。で、それで直してあげると、もう一回ね、なんか化粧してたますかは？で、ここで裏技いっちゃいます。さっきも濡らしたスポンジさっきからお前は濡れてたスポンジは使ってで、パウダーの上から叩き込んであげるの。余分なパウダー取れてくれる。かつロースカツ、ヒレカツ、めちゃめちゃね、お粉が密着してくれるのって、わかるかな、さ、ちょっと濡れ感出てくる感じ。より密着しててさ、ツヤがすごくない？ピタッ、このツヤがマジで男を落とす。近くで見て、もっと見て。綺麗じゃない？まあ、みんな眉毛は反らぬがね、反らぬが勝ちな気がする。反ってしまったら終わりだから、もう、うちはないから描くけど、みんなは描かなくていいよ。うちが通ってた高校にさ、ともくんっていうさ、野球部の顧問の先生がいたの。めっちゃ優しかったのね。優しいともくんが結構レディーファースト系の先生だったの。ともくんって先生がうちにもめっちゃ優しかったのね。なんかうちのことをなんかシュリはなんか女の子だもんなみたいな感じで扱ってくれてて。そうで、その先生がね、生徒指導の先生だったの。だからさ、授業中とかさ、メイク可愛くできるじゃん。うちめっちゃタイプだったの、ともくん。だからともくんのところ行って、ねえ先生みたいな、ともくんみたいな、今日めっちゃ可愛くできたよねとか言うと、なんかメイクは俺はさすがに注意しんとあかんよとか言って連れてかれるなんか化粧落とし持ってきて、可愛いけどみたいな、せっかく可愛くしたと思うけど老けよみたいな言い方してくるの。最高じゃんそんなの。しかもガチムチスーツね。もうやばい、今でも会いたい。なんか1億貯めたら結婚してくれるらしい。なんかうちはなんかアパートに監禁して、なんか俺は外遊び行くからシュリちゃんと貯めろよって絶対貯めろ、絶対1億円貯めるから、トモくん待っててね。まずこのね、斜めカットのブラシでやっていきます。今日はもうお鼻先にね、地を塗ったので、ここジューじゃんじゃん、もうお鼻の先っぽまず鼻をね通すように影を入れてあげる。これだけでもさ、もう結構いい感じやん。今日言いたいのは、目ね。目の彫り。ここをしっかり入れてあげることで、めちゃめちゃ目がね、食い込むの。で、なおかつ、鼻筋が綺麗に見える。から、ここ入れてあげた後に、こっからポイントね。こっからポイントだよ。うん。この、ここね、しっかり斜めに入れる。伝わってほしいな、ぜひ。左右で見て。結構違うの伝わってる？ワンチャン、ここだけは細いブラシでやってあげてもいいけど、しっかり目に入れてあげる。んで、これを別のブラシでぼかしていく。ただ、平たいブラシにこのハイライトショット取ります。目頭にハイライト入れるの。ここね、もうカットクリースみたいに入れちゃう。ここね、このハイライトでしっかり陰影をつけてあげることで、目の彫りに強弱が出てより漏れますよ。こっちめっちゃさ、くっきりしてるけど、こっちちょっとわかるな、若干ぼやけてるじゃん。んで、本したらこれ、うちも初めて使うんだけど、セザンヌのアイブロウワックス、これを使って涙袋の影を描いていきます。もう自然な位置、もうでかくしたいとか思わずにやってあげるのが大事です。
あ、え、めっちゃよくない？ちょっと待って、え、めっちゃさ、めっちゃ綺麗に涙袋できてない？え、ほら、すごくない？これで、干したらこれをまあ例のごとくコンシーラーでね、影を整えていきます。今日だいぶ我慢してんじゃない？メイク結構うちの中で限界だよ、もうこれが。で、このまま同じアイブロウワックスで目尻にも影つけますね。ここちょっと斜めに入れる感じで、上まぶたのね、縦1ミリ2ミリぐらい線引いていく。結構さ、綺麗じゃない？色素沈着ですよみたいなさ。これ結構ええんちゃん。そしたら再び登場、ミュアイスちゃん。ミュアイスちゃん使います。ミュアイスちゃん、ミュアイスちゃんのこのね、ラメライナーやばいんですよこれ。もうめっちゃ自然にさ、わかる、すっごい綺麗にさ、ピンクゴールドみたいな感じになるので、まあこれはさすがに全部に塗ったらやばいので、目頭の際にちょんちょんちょんってすると、黒目下ぐらいまでね、ちょんちょんってやってあげると超ウルメになって、でもこのラメすっごい細かいから多分バレないよ。天才って呼んでいいよ、天才って呼んで。そしたらキャンメイクのクリーミータッチライナーちゃんの04番で目頭の粘膜だけ埋めます。こう埋めてあげるだけでめちゃめちゃ綺麗に、まあ、粘膜色なのでそんなに目立たないんだけど、クッて入ってるよ。これすごい大事で、もうさ、不思議だよね、このさ、縁埋めてるだけなのにさ、こんなに目が食い込むんだよ、はみ出てないのに。ほら全然違くない？左右でこの食い込み方、マジめちゃめちゃ可愛くない？血色感出てるぐらいの目頭。 D アップのね、マスカラのプラムブラックっていう色がちょっと赤み入ってるんだけど、まあ、しっかり黒だから漏れるし、これ何ってすっごいナチュラルなの。これ一本だけだとマジ自末が長い人みたいに、もうラクダさんですかみたいな感じ伸ばしてくれるので、いやほら見て、自末長い人みたいじゃない？すごくないこれ。はしたらスクリューブラシなんか汚くねこれ。これでしっかりこのダマを取りながら、まあ、ちょうどいいマスカラの量になって、しっかりね、自末盛りができるという。完璧じゃない？めっちゃ綺麗に盛れてない？なんかさ、あんま目変わんないけどさ、こうやって比べるとさ、全然違くない？ちょっと女出てない？うん、完璧。こっちもやってきていい？ちょっとこっちもやってくるね。ごめんごめん、うん、可愛くなってきますね。はい、そしたらこんな感じです。超良くない？めっちゃ良くない？予想以上に盛れてんだけど。え、これバレるか？バレるな、バレるな。そんな、じゃあ眉毛がちょっとあるのだけで、こうやってれば化粧気あるな、あるな。まあ、干したらちょっとチークは結構やばくない？うん、チークさっき塗ったし、もうやめよう。うん、もう無駄なことはやめよう。リップはまあせめて盛らせてよっていう意見多数いただいてますので。ドンキじゃないけどローソンで買える、もっとお手軽やん。ってことで鬼バズしたね、このロム&ちゃんのこれ塗ります。これマジで自然なんよ、発色が。で、めっちゃ唇プルプルになる。これは塗ります。で、まあこれをティッシュオフします。でもこれで結構血色ついたから、内側にもうちょっと欲張りさんしていいですか。で、口の中心だけしっかり、上唇のね中心だけ塗ってあげると、唇のね前に立体感が出てめちゃめちゃ可愛く仕上がりますよ。これ何がダメなの？めっちゃめっちゃナチュラルのスクールメイクよ。でもしっかり盛れてない？これやねんな。え、まあ、こんなメイクしてたらさ、絶対さ、なんか男の子にさ、え、なんか最近シュリ可愛くなった、ちょっと24とか履いてないとか言われちゃって、あーちゃんベーグ。なのでちょっとね、一旦髪の毛整えてきますね。ウィッグだとちょっと浮くと思うので、今日は地毛でしっかり、なんかこれぐらい地毛でも盛れますよっていうのを見せていきたいと思いますので、少々お待ちください。で、待って、ハイライト作業忘れてた。そのさ、目の下のところにさっきから使ってるジュディドールのパレットのマットハイライトを入れてあげる。これだけで顔色がパッと明るくなってるの伝わってる？すごい顔明るくなるよね、急に。おでこ、ここ丸くしたいので、ここを中心に扇状に乗せていくイメージで、イチョウの葉っぱを意識してください。もう秋終わっちゃってるけどね。こういったものをね、用意してもらって、鼻先とビコンに乗せて、これめっちゃ自然じゃない？これマジで顔に陰影つくからめっちゃやってほしい。これで眉毛めっちゃ綺麗になるから、絶対やってね。めっちゃ可愛いんだけど、ビビる自分。次こそ髪の毛整えてきます。はい、とこんな感じで着替えてきたんですけど、え、なんかめっちゃさ、めっちゃのイケ、え、なんか可愛いになるはずが、なんかイケメン、おかしいな、うん、おかしいよな。え、めっちゃ良くない？え、でもさ、前髪下ろしたら意外とさ、メイクっ気なくない？どう？めっちゃ自然に盛れてる気がするんだけど、今日のうち。え、かわいい。まあでも、このメイクをしたらもう男も落ちるやろ、ほんなん絶対にな。ちなみにこれはガチのうちの高校の時の制服です。え、もう今このまま高校生活持ったら絶対彼氏できる。いい加減にしてよ、ほんまに。
くっそーもっと頑張っとけよかった。ということで、こんな感じでね、今日は皆さんにお届けするスクールメイクでした。ナチュラル系の動画で、ね、もっと見たいよって方は、ぜひぜひうちのモチベになるので、拡散と高評価とチャンネル登録を絶対にしてくださいね。この動画がね、いいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと積極的無断転載もよろしくお願いいたし、ハモーす。以上、シュリリンチャンネルのシュリリンでしたよ。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。賞味かわいすぎん。やばいよね。惚れんなよ。